ホーム、甲和口駅は愛知県北郡三浜町フットにある名古屋鉄道甲和線の駅。駅番号は KC18。以前は特急が通過していたが、現在はすべての列車が停車する。相対式2面2線ホームの地上駅。当駅から隣の甲和駅までは単線のため、当駅で対向列車を待つことがある。ホームは6両分しかないため、 8両編成の列車では、後ろ2両は乗降できない。1985年に無人駅となったが、すぐ近くに潮光場や海水浴場があり、他客機には臨時に駅員が配置されることがあった。現在は駅集中管理システムが導入されている。出入り口は下りホーム復帰駅よりの先端に1カ所あり、互いのホームは構内踏切で連絡している。 駅集中管理システム導入時に割り当て。高枠地塩光場特急がすべて停車するようになって、利便性は向上したものの、周辺は過疎化が進みつつあり、利用客は減少傾向である。かつては復帰駅等駅間に4開廃駅及び、フット駅等駅高和駅間に実施駅が存在した。令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。 2020年11月24日閲覧。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年。340ページ。寺田雄一。海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年。256ページ。ISBN 978から47億7701万3364。 AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、 160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年。651から653ページ。北半島の統計令和元年度版。ありがとうございます。